皆さんこんにちは。静岡科学館の高橋です。今日は色の見え方について実験していきたいと思います。皆さんはこのボールの色、何色に見えるでしょうか？そうですね、多くの方が赤色に見えると答えると思います。普段私たちは太陽や電球の下で生活しています。白色の光に照らされて、このボールが赤色だということがわかるんですね。今日はこの赤色のボールを赤色、緑色、青色の光に照らして、どのように見えるのか実験していきたいと思います。はい、ではまず赤色の光で照らしてみたいと思います。赤色の光の中では、ボールの色も背景の色も赤く染まって見えます。続いて緑色の光で照らしてみたいと思います。赤色の時と比べて、緑色で照らされるとボールの色は黒っぽく見えているかと思います。最後に青色の光で照らしてみたいと思います。はい、ボールの色が紫色になって見えるかもしれないと思った方もいるかもしれません。こちらも緑色の時と同じようにボールが暗く見えていると思います。私たちは物に反射した光を見て色を判断しています。このボールは赤い光を反射するので、赤い光の中では赤く見え、青色、緑色の光の中では光が反射されることなく吸収されてしまうため、ボールが黒っぽく見えたんですね。それでは問題です。夕方、3人の忍者がお城に忍び込もうとしています。一番慎重な赤忍者は後ろの石垣に、少しやんちゃな緑忍者は一段上の白い壁に、そして一番破天荒な青忍者は後ろの屋根の上に隠れようとしています。夕方、赤い光の中で一番うまく隠れられる忍者はどの忍者でしょうか？それでは夕方にしてみましょう。はい、うまく隠れられたのは青忍者でした。他の忍者も場所を考えればうまく隠れることができそうですね。お家で実験するときは懐中電灯にカラーセロファンを取り付けて実験してみましょう。ぜひ皆さんもお家で試してみてください。